世界自然遺産知床です。はい、知床半島突き出たとこね、うん、ここにおりますよ。突き出たとこだ。北海道一周でですね、はい、まあ、特徴的なところは、うん、知床半島は、うん、まあ、割れないってことなんです。先っぽまで行けないんです。あ、はいはいはい、はい、道路がないんです。道路ないんだ。北海道でこんだけ行けない場所はここぐらいで。へー。ということで峠を越えましたので、峠越えた、ここから羅臼町に入っております。羅臼町入りました。羅臼町は何があるのか。羅臼町はもう海産物はもういろいろですね。羅臼昆布とか有名ですね。あ、昆布ね。まあ、ウニとかもわあるし、食いてえな。この根室海峡というところは結構、うん、海産物は豊富で、わあ、いいろいろ取れると言われております。食べたい。この羅臼の朝の競り、うんうんうん、漁協の競りとかはよく、はいはい、あの見学ツアーでも、あ、へえー、あとウニ剥き体験とかね、いろいろそういう体験ものも実施されている場所ですね。いいですね。食べたいですね。あとはホエールウォッチング。ホエールウォッチング、クジライルカがすごい出没します、この根室海峡。へえ、なかなかクジラって見れないですよね。そうですね。イルカはね、ショーとかあるからあれだけど、札幌近郊だと、まあ、室蘭でホエールウォッチングの釣りが出てますけど、さあ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 、降りて、着実に降りて、降りていきます。風も強いですね。強いですね。はい、お疲れさんでした。さあ、羅臼の町に入っております。今ここですね。2キロと出てきました。おーしゃー。さあ、ちょっと休憩しましょう。ういさあ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 、今度は根室の方に参りますよ。すごいな。すごいですよ。1日のうちに最北端と最東端を見るということになりますね。制覇するんですね。峠を越えて、ほー、40分撮ってますよ、これ。あれ、40分かかってんだ、峠。そうなんですね。結構かかってんだ。はい、出口線よ、あ、出口線。じゃあ、こちらでした。よいしょ。わあ、なんかいっぱいやってるぞ。あら、いっぱいいる。お、知床食堂。わら、いいなぁ。お、結構人いるぞ。レストランがある。あ、やばい。やばい。優しく触ってください。優しく。買ってきましたよ、ザンギバーガー。そしてでかい、本当にホッケフライバーガー。いやー、美味しそう、うん、すごい、ザンギバーガー、いい感じ。あー、なんかタルタルが入ってる。うわー、うまいやつ。ほら、いらざす。大変美味しゅうございました。カニ売ってたな。カニいくらでしたっけ、あれ。結構しました。でも足だけでも何千かしますよ。2000円ぐらいしました、ね、うん、買ってここで食べたらやばい。ボリボリ食ってたらやばい。誰もいないよ、そんな人。車の中でカニ食ってる人いない。どんだけ時間ないんだこの人たちって。誰もやんないことやりたいけど、もう明日あたりカニの匂いがすごくて、車の中くっさくさなりますよ。いや、これから根室向かうからね、うん、花咲ガニがガありますから、なんかあるかな、花咲ガニのなんか、ね。